私は今から出かけるのでちょっと準備してるんですけど、女の子って絶対大変やね。ああ女の子って絶対大変やなっていつも思いますね。髪セットするだけでもんな、男は。まだそれが楽しいんやろうけど、パーマってめっちゃ楽なんすよね今。マジパーマめっちゃ楽。こはもう手もみんですからね。髪の毛の手もみんって、なんかマジで人生におけるストレスってなんか必要なんやなって最近めっちゃ思うんですけど、対人のストレスとか、なんか借金があった頃とかの方がストレスはあったけど、なんかこう焦燥感もあり、マジで死にたかったけど、いやちょっと死にたいっていうか別に俺のせいないけど、マジで死ぬしかないかなとか思ってたけど、あの頃の方がちょっと良かったなとか思ったりとかして、なんか嫌ですね、非常に嫌な気持ち。やわがままだわ。俺は人間っていうか俺やな。ほんとやだね、わがままで。これが良かった前の人はとか今の人はって言って幸せをないがしろにしちゃいがちなんだよな、ほんまに。どうなってんねん。俺は刺激がない人生は人生で、刺激がなくて面白くないなとか言ってよくないな。てかまあ刺激作るっちゅう話やな。刺激を作っていかなあかんちゅう話やで。ほんならそうやで、ほんまに刺激作っていかなあかんわ、ほんま。引っ越ししたいし、今日は何を着ようかっていうところなんだが、この下のセットアップを久しぶりに着たいなと思ったんです。これ久しぶりに着るんですよ。久しぶりに着ようかなと思ったんですけどね。あーでもこういうちょっと柄っぽい感じのやつを着たいわけでもないな。今日はちょっとシック姉妹都市。何が着たいんやろな俺今日は。何が着たいんだい。マヨティスですね。非常にマヨティスだ。どうしようかな。やばいよ本当に。もう入りきれないですよ服が。ここにいっぱい溜め込んじゃってるわ。もう人と一緒です。ここに入りきらないです。本当にもう整理整頓っていうのが全然できないね僕っていう人間。しようと思ってないみたいなところもあるかもしれないですね。てか整理整頓ってそもそも俺基準でそれが整頓されているのであれば別にいいんではないかみたいな、そういうちょっと逃げですね。もう逃げと断定しているんですけど、それを逃げポイントで入ってるしまってるみたいなところも絶対ありますね。よくないね。マジで何着るか迷う。この迷っている時間が楽しいと思うか無駄と思うかで好きかどうかが決まる。まあ恋愛と一緒やね。この子のために何着ていこうとか、この子のためにどんな香水つけていこうみたいな感じで思ってる時間が無駄やなと思ったら恋愛じゃないし、でもそれが無駄じゃないと思うんやったらそれはもう恋やもんね。わかりやすいね、人間っていうのはね。なんか久しぶりにこんな服着てみたいな、いっぱい服ありすぎて逆に久しぶりの服を着たい。まあでもこれがかっこいいんですよね。ダイレクト TTT のコラボかわいいんだ。君に決めた。まあ中古茶であれやね、オレンジ行きたなったから、まあ下は黒にしとこうかいなっていう感じでね。はい、オレンジじいちゃん。これはどこのやつだい。シーンジョンだね。シーンジョンのやつだね。もうないブランドなんだよね。もうないブランドなんだよね。あーパールのアクセサリーが欲しいですね。こうなってくると、あこれまた取れてるやん。なんかめっちゃこの数十年生きてきてマジで生きにくいとか一回も思ったことないですっていう人と一回ちゃんと話してみたいな。どういう感じなんですかね。どういう感じなんやろ、聞いてみたいね。